外部電源がなくなったということを聞いた段階で、私は当初地元へのご説明ということが自分の仕事だというふうに中越沖の教訓を踏まえて持って出かけたわけですが、オフサイトセンターに入らなければいけないというふうに途中で思ったということはございます。今のですね、お話がありましたように、当初その、福島に行かれた理由は地元の方々への説明だったというふうな話でしたが、実際にはでは説明はあまり行わなかったというふうに理解してよろしいんでしょうか。私はそのオフサイトセンターに、これは我々のあらかじめ定めた手順でも入るということになってましたので、オフサイトセンターに行こうと思ったんですが、福島に着きました後、オフサイトセンターは電源がないということで、機能をしていないというふうに報告を受けまして、で、私はそこにそれであれば行くよりは、まずこういうことになっているということを地元の方にご説明をすべきだというふうに最初東京出た時の考えに立ち戻りまして、オフサイトセンターがいつ動くかということは常に周りの人間に聞きながら、まだ動いてないねということを確認をしながら地元の町に出向きました。で、夜に大熊町にお邪魔をいたしまして、町長に状況をご説明をし、その後双葉町に、夜半を過ぎていたと思いますけれども、お伺いをいたしまして、同じく町長に状況について、ご説明をしたというふうに記憶をしております。今原発の設置している町の2つの町